はい、えー、皆さんこんばんはこんばんは、えー、今日も質問をいただいてますあ,ありがとうございますはいじゃあ読みますよはいいつもありがとうございますありがとうございますこの間漫画を読んでいるうちに他のものの漫画雑誌には嫉妬と羨望が混じっているというセリフを見たんですけど僕はそれを読んだ瞬間あれ嫉妬と羨望って一緒じゃないのって思いました次はよければ嫉妬と羨望の違いについて話してもらえたら嬉しいです はあ、という大変難しい言葉の質問をいただきました <laughs> え。難しすぎません、うん、レベルが高い、ね、<laughs> 嫉妬と煽謀っていう言葉が出てくると思いませんでしたけどそうだ、ね、まああんまり使わないよね。普通に暮らしててあのそう、まあ、意味は分かるんだけど嫉妬とか「戦争」っていう言葉をこう実際に使うっていうのはあんまりないですかね。 そうだね。うん、聞かないかな。そうだね。うん。まあでもその気持ちになることはよくありますよ。うん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 。毎日あるかもしれない。しし嫉妬。うん、嫉妬っていうか羨望はよくあるね。例えば。うん。あのまあ意味をまず先にやった方がいいと思うんだけど。そうですね。うん。あのー、ね似てるんですよ。うん。確かにその同じじゃないのって思うのがすごくよくわかる。はい。しあのー。 まあ、日本人でもねなんかよく分かんないっていう人もいるんじゃないかなっていう言葉ですね。確かにでね、まあ、分かりやすいのは「戦、ま、亡、あ」の方が分かりやすいかなと思うんですけど戦亡<う>、えー、っていうのはね、うん、分かるいやー分からないかも。あ分かんない。うん、教えてほしい。あのねまあ、羨ましいっててうことですよ、まあ、似てるよ似るね、うんうん、あの 目で見るとかね戦、はい、棒のまなざしとかなんか言うけど戦、うんまあ、棒の目で見てしまうというのは、まあ、羨ましく思うっていうこといこなんですよね、うんうん、例えば、まあ、僕がよくあるのはですね、あのーまあ、これいろんなことがあるんだけどさ、うん、日常的によくあるのは街を歩いてて、あのーまあ、僕、まあ、カメラマンじゃないですか。うん、でんか最新のすごくいいカメラを持ってる人が歩いてたりするじゃん。 あいいなみたいなそれだけもうそういうシンプルなのはそれあもう単純にそう羨ましいなって思ういいなって思う気持ちですよねそうでもそれってもうめちゃくちゃいろんなあれがあると思ってて例えばまあすごいかっこいい人がいたとか背が高い人がいて自分より1 0ンチも背が高いあいいなみたいなはははいいいとかまあ そうだね僕らはそんなにお金持ちじゃないんですけどすごくお金持ちの人がいてなんかかっこいい車に乗ってたりとか、うん、とっても高そうなこう服を着てたりとかね、うんうん、あとはなんかそうだな、まあ、今だったら SNS とかですごくこう高級なレストランに行って、うん、まあなんだろうなフランス料理とかねお寿司とかを食べてますみたいなのをこう投稿してる人がいたとするじゃん。うん、そしたたらなななんかあいいなみたいみ うん、まあそういうい気持ちですシンプルだね、うん、それってでも誰でもあるでしょ。あるある、うんうん。めちゃくちゃいろんな種類があるよね。そうだね本当にこうなんだろうな本職でね例えば会社で、うん、あの自分たちよりもずっとお金を稼いでそうな人とか、うん、偉い人を見てああ羨ましいなとかかっこいいなとかねあとはスポーツ選手とかもそうですよね。そうだねいいなっていう気持ち。うん、それが、まあ はい。で。嫉妬っていうのは、それとすごく似てるんですけど。うん、それが。こう。ネガティブな感情になっちゃうことですね。ああ<ー>。うん。なるほどね。例えば。さっきの話。あの。 僕が言ってたのはね、うん、僕はこのカメラを持ってるんだけど、まあ、最新のカメラを持って歩いてる人がいたとするじゃん、うん、そしたらなんか「あいいな」って終わったらいいんだけど、うん、なんかもうムカつくみたいなな何であの人はいいカメラ持ってるのにみたいな、うん、私はこのカメラでみたいな例えばね、うん、とか SNS とかでその美味しそうな料理を食べたりとか、うん、例えば「海外旅行行きました」みたいなねこう投稿してる人がいたら「いいな」ってなればいいんだけど なんかこう、もうなんか、私だってこんなに頑張ってる、ね、なんであの人ばっかりをこう言ってんの、つまんないみたいな。こうなるほど、ね。そういう気持ち。ネガティブな気持ち。うん。イライラするとか。そういうのが。まあ嫉妬。あ。になりますね。ああ簡単に言えばね。確かにそうですね。ちょうん、まあ。妬みっ,、ね、っていう言い方だね。あ、そうです。妬みに。うん に近いといいとうううかそういう感じがしますねそうそうだから別の言葉に言い換えると「羨望」と「嫉妬」っていうのは「うん、えと羨ましい」っていうのと「妬ましい」っていう言葉になりますね。なるほどうら、ん、や、まあ、ましいって思うのは結構こうあの気持ちはあんまりこう乗らないんでね「あいいな」うん「羨ましいな」って終わり。単純に、ね、そうで妬みはすごくこうネガティブな気持ちになることですね。 確かに、うん、ちょっと暗い感じしますよね、うんまあ、例えばだけど、うんまあ、極端な話あの人はいつもなんかお金を使ってなんか高いものを買ったりいいものを食べたりいいところに住んでなんか羨ましいっていうのを超えて、うん、もうなんかあの人なんか交通事故にでもあっちゃえばいいのにみたいな <laughs> そういうのはまあ嫉妬とか妬みみたいな感じですね。なるほど なんかああのの人ににも悪いいいいことがあればいいのにみたなな感じなるほどねそう,そういうこともありますよねありますあります、うん、まあ嫉妬っていうのはいろんなことで使,える使われるけど、うん、あのまあ今言ったようにこうお金持ちいいとかってこともあれば能力もあり特によくあるのはこうスポーツとかでね、うん、なんかこう同じチームで同じポジションでこうポジション争いをしてるんだけど。 あの人にはどうしても勝てない。うん、で、そういえ、まあ、嫉妬するとかね。あの人のなんか、その技術に嫉妬するとか、そういう能力もありますよね。確かにね。同じことをしてるとより思いますよね。うん。うん、まあ、あとはまあ嫉妬っていう言葉だけをこう持ってくると、まあ割とこう。恋愛的なことにはよく出てくる話ですよね。確かにうん。なんか。私はあの人のことは好きなんだけど、うん、その人とこう付き合ってる。この人が。 にくいみたいなはいはいはいそ,それはまあ嫉妬ですね間違いなくねよく聞く話まあそれ一番よく聞く話なんですけど、はい、まあそういういことですなるほど、うん、よくわかりましたはい、うん、なのであのどっちもまあそもそもいいなって思ってるんですよ、うん、いいなって思ってるっていうところは一緒なんだけど「先方っていうのはその「いいな」って思うことはい、で「嫉妬」っていうのはそこに対してこうマイナスな気持ち うん、ネガティブな気持ちが乗ってくることですねなるほどね、うん、まあわかりますよでも、うん、いやいやいつもありますよいつもありますうん、うん、まあでもね昔に比べれば、うん、そういう気持ちは少なくなってきたかな、うん、あ若い頃の方がね,そうだねなんか周りが見えるしねあの人何してるとか、うん、そうだね,ね気になっちゃうよね昔はなんかこう活躍している人がうらやましかったよね そうね、なんかこう例えば別に僕はあんまそこは気にしてなかったけど、まあ、SNS のフォロワーがめちゃくちゃ多いとかさんかいいねが多いとかあるじゃない、うん、そういうのをまあ最近の人は割と多いと思うんだけど僕らはね、あのー、割とのんびりと自由に暮らしてるんで、うん、その最先端のなんかね 頑張ってる人たちに対しては羨ましいなって思うことはたくさんあるんですけど。うん、逆に、まあ、そういう方々から、なんかのんびり暮らしてて。子供たちともゆっくり時間をとってて羨ましいよねみたいな <laughs>、と言われることはよくありますよ、ね。<laughs> あ、まあ、それも。違う羨ましさっていうか。そうん。他の人から見たら、いいなって思う部分なんですよね。そうだね。うん、まあ、誰かから見て、これがいいなっていうのは。 自分が必ずしもこう悪いとは限らないよね別の人から見たらこう自分の方がいいよねって思ってることもあるかもしれないから、うん、そういうことが、まあ、昔に比べると見えるようになってきたかなと思いますねそうだね、うんまあ、よく言われるのはこう今ここ家にいるじゃないですか奥さんと旦那さんと、ねうん、夫婦で二人で 喋ってるだけで、うん、なんか喋ってるだけのこういうチャンネルなんて簡単でいいよねみたいなういうよく言われますけどね <laughs> <に>羨ましいというか、はい、まあ昔僕 YouTube やってる時にすごいいろん、うん、めちゃくちゃ頑張ってやってたんですよ。動画を作ったりね。カメラも3つぐらい使って編集だけでもこう丸1日ぐらいかけて。 頑張ってたよね、うん、字幕とかもつけてやってたんだけどそういう人は今でいっぱいいるんだけど、うん、そういう人からいいいよよねね羨ましいよ、ね、みたいなと言われますなな <laughs> なるほどねんら嫉妬もされることあります、ね、<る> <laughs> それでなんか3万人とかチャンネル登録者いるなんて悔しいみたいな,なるほど言われることあります、ね、<laughs> 確かに、ね、そうそうまあだからまあ日常にもそういうちょっとしたね嫉妬とかね全望っていうのはありますよね。 そうだね、うん、たくさんあるよね、うん、あります、はい、まあ,あるんだけどまあそれとねこう,うまくこう付き合っていくというかね、うん、自分もいいところあるよって思った方がいいですよね。そうですね、はい、ということで今日は面白い質問でしたね。いや勉強になりりましたありがとうございます、はい、ということで皆さんも是非ね、まあ、両方使うと難しいんでどっちかの言葉を使ってとかね、うん、まあ言葉を使わなくてもなんかそういう例文でこういうシチュエーションでね あのなんとか羨ましいと思ったよとかね、あの、妬ましいと思ったとかね、うん、そういうことを書いていただけたら嬉しいです。で、はい、ではでは